キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。渡辺克郎の人生つれづれ日記。こんにちは。こんにちは。もうね、今はもうね、世の中がね、緑緑緑でね、はい、なんかあの一番いい季節かな。ね、桜ももう散っちゃいました ね。そうですね。桜だってもうずっと一回り行ってくればね、うん、はい、あのだからやはりあのなんかこう秋もね、いい人、好きな人いらっしゃるんですけども。はい、なんか始まるっていうのがいいね。うん、これから新緑が綺麗なので、うん、また楽しみです ね。そんなところでね、うん、はい、今日はまたあのスタジオに戻ってまいりまして、はい、で今日はねゲストお迎えしております。はい、いつもねあのお話しするんですけども、ね、埼玉県所沢にあります所ほど我が原という素敵な商店街なんですけどね、はい、その中で、鶏肉専門店、言葉がちょっとね違ったりするとまずいですから、自己紹介一つお願いいたします。はい、鶏肉専門の鶏一番、小島義弘と申します。よろしくお願いします。ね、いつもお店だとねもう少しこうまろやかに行くんですけどね、今日はちょっと雰囲気違うから、ね、やっぱりねそうですね、硬くなってますね。そうですね、大丈夫ですよ。それであの大繁盛してるんだよね、あの鶏肉さんっていう専門店ってなかなかね今の、あの少ないですからね。そうですね、だから結構ねあの大繁盛したりして、奥さんもまあ一生懸命今日は真っ赤になって働いてましたね。そうですね、まあ女房あってのお店みたいなもんです。いや本当です、本当です。でもお店は何を売ってらっしゃるんですか？ね、鶏肉専門で最初ずっとやってたんですけども、はい、あの鶏肉がスーパーが安く売るようになったもんですから、それ一本でできなくて、はい、惣菜やら力入れるようになりまして、はい、まあ、でもその惣菜も鶏肉を自分家であの処理していると時間があまりないもんですから、あの仕入れしたのも意外とあるんですけども、はい、自分家独自の味付けしたやつも結構あの評判がよく売れてます。あ、一番人気は何ですね、ですかね、唐揚げがこのとこどうしたらか、やっぱしねこういうネット社会のせいだかね、はい、若い人たちがあそこの唐揚げ美味しいよって言われたりなんかしてるせいでね、あ話題の唐揚げ買い来たんだけどってお客さんがたまにあ いですね、いるもんですからね、あのじゃあ見てくれてる人もいるんだなと思いましてね。あと評判いいのが焼き鳥だよね。焼き鳥、ああ、うん、あれああいうのでね、あの前にもちょっとまゆみちゃんと西武園のイルミネーション見た時に、はい、寒くてちょうどね熱燗、ね、持ってったの焼き鳥でね美味しかったんですよ。 あそこの焼き鳥だったんですね。そう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 、あ美味しかったです ね、 ねやったんですけどね、結局そうですね、あの専門っていうのは専門なりの努力もあるだろうし、やっぱり不安もあるだろうし、うん、あれがいいかなこれいいかなって言って、ね、考える時期もあるんじゃないですか。そうです ね、 ね、だからやっぱりスーパーにはない味で自分家で全部手で刺して、はい、冷凍食品を使わない感じにして、味をやっぱりね、まあ、秘伝は私鶏一番ってとこでずっと働いてですね、それで、まあ、狭山ヶ丘に自分の店として出したんですけども、それを味をずっと引き継いだ感じのタレで焼いてるんですね。あ、なるほどね、はい、でね結局ねこの今日、うん、この方をねすいません、お招きしたのはね、まゆみちゃんね、埼玉県の狭山市水野って、はい、そこにねとってもねフラワーヒルといいましてね、もう40年くらい前だそうですけども、なんかものすごく素晴らしい住宅地ができたんですよ、うん、で私もそれをその当時はちょっと仲間がそこにいたんでいらっしゃったんで見学に行って、すごい住宅ですねと、大きな家で広い庭で植木がいっぱいあって、どういう方たちが住んでるのかなというようなね感じだったんですけど、
でちょっとあのお話聞いたらば、そこにあの鳥屋さんだとか、それからお茶屋さんだとか、それからおまんじゅう屋さんだとか和菓子屋さんたちが出張で商店街を、なんで出張商店街って言うんですかね。そうなんですね。でそんなことをしてらっしゃるっていうんでね、ちょっと私もあの気になったもんですから、はい、40年、それこそ40年ぶりくらいでちょっとさ一緒にちょっと連れてっていただいたんですけど、はい、やっぱ今でも素晴らしい商店、あのなんていうんですか、住宅ですけどね、残念だけどね、商店街がね、商店が少なくなっちゃった。そう、商店が辞めた店が多くて ね、それで、あの所沢の方、市とかそれからそちらの方々からのお願いで、所沢からの人たちが、はい、売りに来ていただけませんかという話から、う1年前の話があって、それで、ね、はい、7、8軒の人たちが、そうですね、うん、週に、それはあれですか、建物がどこかにあるとかじゃなくて、え、ね、青空ですか。そう、あったところにそれ平らになっちゃったんですけどね、そこでテントを持ってきたりして、それからのちょっと手、あの軒先がちょっとあるところにね、軒先が持って、そこで商店街行ったりね、そうですか、そうそう、それでね、なんたってね、いろんな方来てんですよ。なんて言うんですか、あの農家の人たちがその日に採れたものをご夫婦が、そう、野菜をね、それで一回びっくりちゃったのはね、初めて連れてっていただいた時にね、赤い斑点来てね、でフラワーヒル朝一って書いた斑点来たりしてね、あ、今日なんかあるんだなと思ったんです。今日なんかイベントがあるんだのかなと思ったんですよ。だその方たちがお手伝いしてくれるんですよ。そう、ボランティアでね、ボランティアで品物出しからね、いいですね。それ品物をね出したりね、机を運んでくれたりね、あ、こういう人たちが手伝ってて、ちょっと私もあの写真撮りながらお聞きしたら、20〜30人の人がボランティアでお手伝いしてくれるんだ。それそんな長い時間じゃないんですよ。今日1日いるのかななんて変な話だけど、お昼どこで食べるのかなんて店がないんだから ね、そうですね。そんな後もあったんですけど、いや、スーパーの丸色さんが持ってきたいあれがお弁当が残ったあれでいいやなんて思ってたらそうじゃなくて、あっという間、正味1時間半から2時間、そうですね、売れちゃう、短いんです。その間にバーッと来て行列です。だからやっぱりいかにそのそういう商店が少なくなったんだなと。だから皆さん見ていると、皆さん生き生きやってますから、ああいいことしてるなと思って、ね、本当ですね、うん、しみじみね、また仲良く ね、そうですよね。 NPO の方も一緒にやってレジやってくれたりしてね、よくあんな人レジできるななんて思いながら見てたんですけど、まあ、だんだん若い方が少なくなってきて、お年寄りが増えてきたっていうのもあるので、買い物なかなかね、そうですね、それで行けないでしょうから、車に乗れなくなるっていうのは随分あると思うんですけどね、そうですね、ですから、こうやって皆さんがで行くたびにね、どなたかちょっと違った人が来るんですよね。コーヒー屋さんが来てるとかね、ちょっと遠くからいらしたんですかって言ったら、西東京ですっていうか、西と立川の方かなと思いながらも、今日初めて来たんですとかね、あとはなんか所沢の市役所の中に入っている、今おっしゃったんですけど、パン屋さんとかね、そうです、そうです、それからまみちゃん知ってると思うかな、オベリスクっていう、はい、ね、農園で、はい、お茶を売りに来たりしてね、まあでも嬉しいでしょうね、はい、本当に皆さん待ってるんでしょうね、そう毎回、そうですね、であっという間にね時間来ちゃうんですよ。そうするともうあちころもこっちからもね声かかって、お弁当残ってるともうないですよとかね、あらーなんて言いながら、1時間半か2時間くらいでまた片付けてくれるんですよ、その方たちが、はい、そうですよね。だからぜひこれはね、ネットを通じて、はい、こういうわけでこういうわけですからって言って皆さんにお話ししながらね、はい、写真写してきたんですけど、はい、そういうのをね載せてあげたいなと思っているんですけどね、うまくいけばいいかなと思っております。はい、ね、一つ一曲なんかやりますか。そうですね、それではここで一曲聴いていただきましょう。篠塚悦子さんの In My Life 聴いてください。
affection for people and things that went before. I know I often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. I love you more. まずね、言ってね、あの売る方の方ね、はい、売る方の方が何を気をつけてるかなというのが一番私なんかも興味があったんですけど、はい、例えばあの天乃屋さんっていう和菓子屋さんね、はい、あのおまんじゅうみたいに持ってくんですけども、だいたい売ってる時はね4個から6個くらい入ってるんですけど、はい、あそこは2個ずつにするんですよ。2個売りがいくつも並んでるって。そうするとほらそんなにいっぱいいらない人いるじゃないですか。うん、ね、そうお客さんがねやっぱりそのくらいしか食べれないお客さんが多いもんですから。で小島さんもあの同じ焼き鳥でもさ、はい、あの10本の20本も入ってないで、そうですそうです、ね、2、3本とかさ、そうそう、あの最初はね3本と5本やったんですけども、ね、でも3本じゃ少なすぎるんで5本をね今主にして、ね、はい、そうするとねこう少しずつ少しずつ買って結構多くなるんですよ、意外と ね、 ね、だから、はい、あそっか、一つ、そうそうそう、一品じゃなくて、ね、焼き鳥買ったりおまんじゅう買ったり、そうですそうです、あ、丸広さんも出してるみかん、リンゴとかみかんなんてのもね一個いくらで売るんですね。へえ、そうですね、袋なんか入れないで、はい、なるほど、そうとそんなにいらないわけなんだよね。そうですね、スーパーとはまた違う売り方、うん、そうそう、スーパーと違うから、だからリンゴ1個2個っていうふうに売れたりして、それからあの丸広さんが出してたやっぱし鮭の切り身なんかもね、はい、あの一つ一つ丁寧にくるんであってね、 それは嬉しいですね、なるほどなと思うし、うん、また買う方もねなんか楽しそうにいくつも種類買えるじゃないですか、はい、ね、あこれ買いすぎたなって、まあ、あとねやはりあの辺で、あなるほどやっぱり土地が広いとこだろうなと思ったのは花屋さんね、はい、フラワー、なんだろう、カジュアルフラワー花っていうね和唐商店街の、はい、うん、中さんっていう方が言ってるんですね、うん、言ってるんですけど、はい、やっぱりそのちっちゃい方花がいっぱい売れるのね。へえ、ってことはあのちょっと庭の隅っこにでこうちょっとやるのかなと思って、あんなに広いところなのになと思うんですけど、はい、そういうのを見ていると、あ売る方も買う、あのなんていうんだろうね、利用する方も、はい、うん、出店する方もいろんなこと考えて1年間頑張ったなってしみじみ ね感心してね見てきた。うん、何か行かれて、ええ、すごい感心したこととか、うん、ね、思ったことって何かありますか。ね、やっぱり今の花屋さんの話ですけども、はい、広い土地のせいだかね花はよく売れるんですよ。うん、であの仲間内でね、うん、あれ花をこの間買った人がまたかあんなに買っていくけど植えるとこあるのかなって話なんかもしたり ね、 で、あ自分たちは自分たちでやっぱり売れ残すのも嫌だもんですから、はい、ある程度数少なめにしたり売れる商品がちょっと多めに持てたりしてね、あのうちは鶏肉専門なもんですから、はい、あの骨のないチキンロールってやつと、あの照り焼きってちょっと味を変えた感じにして、はい、あのソテー風にしたやつとあの焼き豚風にしたやつですね、うん、それを持ってって言ってるんですよ。あとクリスマスには皆さんあの桃焼きは食べるんですけども、はい、その桃はもう皆さん知られてるだろうからって逆に羽の手羽の方をね持ってってやると、それがすごくねそれが反響が良くてですね、毎回それは残ったことがない感じでね喜んでます。そうですか、あとあの一番またね喜ばれるのは斎藤園ってお茶屋さんね、前にスタジオで来ていただいたんですけど、お茶を入れるんですよ。よくもあんなのお湯持ってくなと思ったんですけどね、はい、試飲ですか。飲むとそれまた美味しいんですよ。試飲させるんですよ、はい、だから売るのとあの飲ませるのと違うんじゃないのって言われ一緒ですよなんて言われてね、後で怒られちゃったんですけどねでもやっぱりそれもねサービスですよ。
そうですね、はい、それでまたね飲めばあのまたちょうどね喉が湿める程度しか入ってないんだあのお茶屋さんが出すお茶ね。そうです、で味が違うんですよねやっぱりね、うん、味のやり方が違うんでしょう ね、 ねそれ見てねああよかったなと思ったり、はい、やっぱりあらゆることが緊張しますけど、だからこうあそこで行く仲間の人たちっていうのはみんな仲良しになってね。そうですね、仲良しですよね、うん、それでもうなんていうのカゴを整理したりね、まあよく動きますよ。自分のうちであんなに動いてないかもしれない。そうかもしれないですね、毎月ですかそのイベントというか。そう必ず毎月。月にね3回ありまして。3回、月に3回ですか。そう月に3回なんですよ。それで第2と第4の木曜日で、はい、第3の土曜日があの土曜日だけ1回入るんです。そうするとあの土曜日だと商店ってやっぱり忙しいもんですから花屋さんはあの参加しないこともあるんですけども、まあ荷物だけはねみんな仲間が持ってきて一応並べて売るんですけども、やっぱり本人がいた方が売れる感じはあります、はい、やっぱりあのそりゃそうだよ ね和賀原商店街さんの企画誰もが参加できるもの。誰でもできる。あ誰でもできるんですか。できるそうですね。ただいきなり行っちゃってまずくて向こう の、はい、あの方にどっかね、窓口はあるんですかどこか。特別に、ね、窓口はなかったんですけども、そう、NPO さんの方から、まあ、どうですかって。でやっぱり花屋さんも商店街ほらあの2軒はあるんですけども、はい、片方の人にも声かけるんですけどもやっぱりうんって感じになる時もあるしね、うんうんうん、で和菓子屋さんはでもね2軒来てるんですけどもやっぱりそれも多少ダブらない感じにして持ってあのあっちがこれ持ってきてるならうちはこれを出そうかって感じでね考えてやっぱし持ってきてますけど ね、うん、私でも参加できるんですか。あできるんだよな。あそうなんですね。大丈夫ですよ。できるんだよ、わかりました。それでねこのねあの短い時間だからいいんだね。かもしれないですね。かもしれないですね、まただらだらやってるとね、ダメなんですね。これ来る方もねずらっと並ぶんですよ。そうレジがすごい混むときは混むんですね、はあ、だから自分例えばあの、ここにねあの狭山市の堀金のオベリスク農園っていう方のは、はい、それだけではなくてあの土売ってんです。家庭菜園なんかで入れてその中でかきまなんていうか肥料と一緒ですね、はい、うん、それをもうなんていうの説明して聞いてきたんですけどね、はい、なんか難しい話になっちゃったら分からなくなっちゃったんですけどもそういうものを持ってるとかねそれからあのハーブ茶とかね、はい、もうそういうものでもああ売れるんだなと思ってね、そこでやっぱり飲ましていただいたりして、はい、私のそのお茶だけ買ってたんですけどね、はい、今日持ってこようと思ったんですけどコロッと忘れてすみませんねまあそうやって人が喜ぶことっていうのは続けていきたいもんですね。本当にそう。だからあの先今おっしゃったように、はい、和菓子屋さんが2軒行くんですけども、はい、やっぱり向こうがこういうのならうちはこういうのにしようとか向こうこんなん今度俺こっちねっていう そうですね、同じものを並べないでね、あのそれまたね綺麗に並べるんだ皆さんそれがもう帰る頃になったら2時間くらいでなくなっちゃうんだから本当ですよね。だから買いやすく売りやすくっていうのをね、はい、1年ちょっとかかって、はい、最初はねそんなに全部 そうですね、なのうまくいきませんけども、ちなみにあの売る時間っていうのは午前中とか午後とか。午前中なんです。午前中のね9時頃9時半頃出かけて10時に着いて10時ぐらいから向こうがみんな手伝ってくれてるそうなんですから、はい、店並べして、で10時半から一応12時までってことになってるんですね、はい、と12時くらいまでになりますともうほとんどないですから。なるほど。だからそれもまた皆さん片付けてくれるんですよ。そうですそうです。そうですね。NPO の人が、あれ冷蔵庫なんか持ってきて覚えないのになんであんのって言ったらあそこに預かっとくんだって言ってね。そうですよ、やっぱりお肉も売りたいってことで ね冷蔵庫なきゃってことで。で肉が入ってんですよ。そうそうそう。だから冷蔵庫ないといけないんでね。はい。
だからまあこれからまた暑く暖かくなるとね、またあの方も、そうですね、まあ大変ですけどね、いろいろ考えたりしてまた大変ですけどね、はい、これからますますと皆さんね頑張っていただきたいですね。なんかねあの楽しくなっちゃったやつで2回続けて行ったんですけど、うん、もっと早く行ってみればよかったなと思いながらね、うん、ね、皆さんお店と違う顔で売ってますもんね。そう、お店であんなにニコニコしてない、うん、いい顔してますよ。いや、そんなことないですよ、お店も一緒ですからね、あの別の顔じゃありませんからね、そんなこと言わないでくださいね。でそんなところでね今日もまたね、はい、あのそういうお話をさせてもらったりして、はい、あの行ってみてさ、どんなものが足りないかなとか、こんなもの売るとこあったらいいかな、なんか商売として気がついたことございますか？そうですね、まあ、魚も来てますけども、ええ、何が必要かって、でもお客さんに特別聞いたわけじゃないもんですから、うん、はい、何が欲しいのかなって思う時もあるんですけども、そうですね、はい、でさっきの話じゃないですけども、いっぱいの量じゃやっぱりあの、ね、人数が少なくなるといらないし、あと要望があるのかなって思う時もあるんですけどね、これかなってことがあんまりよくわからないですけどもね。でまたそれ考えるのが楽しいですね。あ、そうですね、どういうものが皆さん欲しいのかなと考えながらこう行くっていうのもまた楽しいことかもしれないですね。ね、ま、どうしてもマンネリ化になっちゃうもんですからね、はい、違うのも冒険してみたいなと思うんですけど、はい、だから出たばっかしの時はねコロッケなんかもね持ってったんですよ。あ、そう言われてなかったね。そうなんですよ、コロッケはねどうしても売れなかったもんですからね、うん、何回か持っててやめちゃいました、ね、あれやっぱしあれかな、あのこの温度っていうか気候の関係で、あ、それもあります、かもしれませんね、はい、だから素材も少し持っていきたいと思うんですけども、うんうん、どうしても冷蔵庫も入ってないし、あ、そういうことですね、まあ、今自分はねそんなに暑くないからいいなと思うんですけどね、うん、でもある人にねこういうの気はありますよなんて言うとね、あ、私それまだ作れるからいいわって言われたらね、じゃあやっぱり持ってきてもダメかなって思った時もありました。ではね、フラワーヒルの皆様、この番組を見ていらっしゃったら何が欲しいのか言っていただけたら、またその商品が届くかと思いますので、そうですね、はい、でまたフラワーヒルでのお手伝いしていただいてますボランティアの方、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まだまだね、私もブサオに写真撮らせてきましたけど、はい、ゆっくりと載せますので、はい、どうぞまたこれからも一つねお手伝いをお願いをしたいと思いますし、はい、またそこに売りに来る方々もいろんなことをアイデアを考えながら、はい、対応していくと思っておりますので、まあ、よろしくお願いをしたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは最後に、この曲を聴いていただきながらお別れいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら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 。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。Some say love, it is a hunger, an endless aching. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's a heart afraid of breaking that never learns to dance. It's a dream afraid of breaking that never takes the chance. It's a soul afraid of time.
must remember in the winter far beneath the bitter snows lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the ときめき音楽館では皆様からの番組へのお便りやご意見ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。